よいかな。キリトよ、すぐに来てくれんのか。緊急招集か。非常に困っていてな、代役を頼みたい。代役だって、何かあったのか。通信で長話もなんであるし、まずは大図書室のわしのところへ。ああ、妙に思わせぶりな通信だったな。私じゃ頼りないですか。去っていくキリトさんの背中をまた見送らないといけないんですか。ピナが見守ってくれている。これなら絶対に勝てます。だから戦いましょう。用件から話してくれないか。思わせぶりだったからずっと気になってて。シノンにこれを叩き返されてんの。これって召喚結晶じゃないか。シノンは黙ってこれを手渡し、耐えられないわと一言残し去って行きおった。神獣が出たのに任務放棄ってことか。あの責任感の強いシノンが放棄するなんて、一体どんな任務なんだ。放棄とも言えるが、そうでないと思う。よくわからないな。詳しく話してくれ。詳細は現地で確認せよ。それをもって南帝国レインドの湖畔に向かってほしい。現地で仲間が待っておるはずじゃ。仲間？気にするでない。さっさと出発せ。待っている仲間ってお前か。後任は君かい。また頼りないものをよこしたものだな。まあ、トラブルの原因が一瞬で分かったぞ。まあよい、私の言う通りにすれば任務は成功したも同然。いや、判断は自分でするから任務の内容を教えてくれ。今回の任務だがね、この地方で民の失踪が多発している。ベクタの迷子か。どうだろうね。記憶を失ってどこかをさまよい歩いていればベクタの迷子かもしれないが。この地方に行方不明に関する伝承は残されていないか。夕闇の門という伝承があるね。どんな伝承だ。夕闇の門は日没より開く門。その門はこの世ならぬ世界へと通ずる。夕闇の門を通じてこの世ならざる者が根を下ろし、夕闇に怯えた者を人知れず連れていった。異界から来た異界の種族、人さらい。穏やかでない伝承だな。
行方不明者は見つかってはいないのか。見つかっていないね。手がかりは？様子がおかしかったなどという証言はない。どうして消えたのか不思議がっていた。共通点は？町の外に出る者だけが行方不明になっている。キコリ、カリウド、正体もらしい。これからどうする？次の調査場所の目星は？もちろんつけてある。君を待つ間お茶を飲んで回ったからね。サボってたのか。浅はかだね。有識者とのお茶会、これすなわち知の集約だよ。そんなやり方もあるんだな。で、集まった情報は？数十年前、風変わりな学者がふらりとこの地を訪れた。彼はこう言ったそうだ。南の回廊にまだ見ぬ文明が眠っていると。文明？彼の記した書物も読ませてもらった。その本の挿絵には獣の頭をした亜人が描かれていたよ。文明を築けるほど知的な人型の亜人がいるのか。彼は見たと訴えたが、土地の者は誰も信じなかった。彼が調査したのは地元では聖域とされている南の回廊だからね。信心深い土地の者は確かめようもなかった。知的の亜人、聖域、残された多くの伝承、神獣絡みの可能性が高い。カーディナルが口ごもっていたのはこの懸念があったからか。もし神獣がいるならこれ以上の任務遅延は許されない。俺が型をつけないと。エルドリエ、情報収集ありがとう。早速現場に案内してくれ。気になる情報があったのでね、そちらに行く。現場には君一人で行きたまえ。あ、は？神獣絡みかもしれない。早く解決しないといけないんだ。どうか手伝ってくれ。悪いが、その頼みは聞けないね。俺一人で調査か。前に来た時と回廊の雰囲気が違うな。あ、何か来る。あそこなら隠れられそうだ。初めて見る魔獣だったな。カーディナルの言う通り、何か異変が発生しているようだ。慎重に調査を進めるか。
つら何を騒いでいるんだ。前に来た時にはなかった扉がある。一体誰が何のために作ったんだ。これ以上見つからずに進むことはできないな。一旦戻って。こそこそ調査とは反逆者にはお似合いの姿だな。脅かすなよエルドリエ。背後の警戒を怠った貴様が悪い。そんなことより物陰に隠れろ。見つかるだろう。隠れるなど弱者のすることだ。お前まさか。もちろん敵は全て切り伏せてきたが。なんてことしてくれたんだ。まずい、奥からも援軍が来てる。一旦戻って体勢を整えるぞ。逃げたいなら一人で行け。いいから来い。ひどい目にあった。逃げなくても全て倒せばよかったではないか。お前が初めからいればそうしたさ。そんなことより私は一刻も早くカーディナル様に報告に向かわなければならない。ではな、キリト。俺も一度カーディナルのところに戻るか。ボロボロであるな。ただ成果はあったぞ。行方不明事件の発生原因はあそこにある。間違いない。アジンってやつがいた。想像と違ったけどな。バッチリじゃな。よくやった。あとは回廊の奥まで行き行方不明者を救出するだけだ。誰か一人招集してくれ。エルドリエ以外で隠密ができるやつがいい。エルドリエ以外で。エルドリエを毛嫌いするが、あやつも役に立つ男じゃ。別件の調査があるなんて言い出して現地調査に俺を一人で行かせたんだぞ。あれじゃシノンが怒ったのもうなずける。その別件調査の報告をわしに起こした。とある古い書家から伝承を見つけ出したそうじゃ。かつて南の回廊に黒血の祭壇なるものがあったと。不気味な名前だな。ふさわしい名でもある。魔女が悪魔を封じるのに使った祭壇であるからな。魔女って、もしや。お主の想像通り、アドミニストレーターを表すにはぴったりの言葉じゃ。伝承ではこの地方に強大な悪魔がいて、さまよいながら暴れ回っていた。村人が困り果てていたところ、ふらりと魔女が現れた。魔女は回廊に黒血の祭壇を築いて儀式を行い、おびき寄せた悪魔を豪華の夕闇と呼ばれる世界へ送った。夕闇。夕闇の門の伝承と関連性は高いであろう。特に気になるのは豪華の夕闇という一節じゃ。夕闇の門の伝承では単なる異界とされてきたが、どうも正確ではないようだ。これが示すところは、悪いものを封じる地獄のような場所。そんな場所へ通じる門が開いているのか。開いているとは限らん。アジンは巣窟を離れていまい。むしろ守りを固めていた。戦力が十分でないのじゃろう。しかしまた門が開けば、今度こそ悪魔が戻ってくるやも。悪魔が神獣っていう可能性も。わしが恐れているのはそこじゃ。アドミニストレーターでさえ殺せず、
追放するしかなかった存在。そんなものが戻ってきたら。エルドリエはこれを調べていたのか。あやつも貢献しておるじゃろ。そうだな、今の情報はありがたかったけど、あいつが隠密向きだとは思わない。別の誰かと組ませてくれ。じゃが今動けるものとなると。いないのか。一人いることはいる。都合よく王都に滞在しておるが。隠密が苦手とか。探検使いであるし、素地は間違いなくあろう。おあつらい向きじゃないか。誰だ。シリカである。最高じゃないか、誘ってくれ。待つのだ。様子がおかしいので休ませておる。何があった。わからぬ、どうも落ち込んでいるらしいが、何度聞いても訳を話さぬのだ。俺になら相談してくれるかもしれない。シリカの悩みを解決してから一緒に来てもらえないか頼んでみる。やけに強気じゃな。女心を知り尽くしておるから解決できる自信があると。いや、女の子の気持ちなんて分かった試しがないし、アスナにもしょっちゅう怒られているし。では解決できぬのでは。なんとなくだけど大丈夫じゃないかな。お主はなんというか。やめておこう。今心の中で俺に対してものすごく失礼なことを思っただろう。ああ、いたいた、シリカだ。こっちに気づいていない。声をかける前に様子を伺うか。どこかを向いている。空を見ているのか。あ、ため息をついたぞ。肩が震え始めた。泣いた。シリカ、何があった。泣かしたやつはどうした。キリトさん、これは何でも。またに泣いてなんか。まさか俺のせい。違います。とにかく落ち着いてくれ。俺がいるから。いや、シリカが泣いた原因が俺だったら、むしろいない方がいいのか。だから違いますって。落ち着いてください。そうか、落ち着くのは俺の方か。落ち着くんだ俺。あれ、泣き笑いになった。焦りすぎですよ、キリトさん。前にシリカが泣いていた時を思い出してさ。あの人同じ顔をしていた。また泣いた。違います、これは嬉しくて。嬉しい。全部話しますね。ピナのいない寂しさか。このアンダーワールドにはソウルトランスレーターでログインしていますから、当然ピナがいません。自分一
人で戦わなきゃいけなくて、今まではそれでもよかったんです。でもここ数日ピナがサポートしてくれるタイミングがあるんです。敵の攻撃の合間にここって感じに、戦いの中でここって感じて、でも横を見るとピナはいなくて、胸がギュッて痛くなるんです。ピナはこの世界にいないんだ。そう思うと耐えられないほど胸が痛くて、ピナが死んだ時のあの胸の痛さとそっくりで。ピナは生き返ったじゃないか。分かっています。いつか会えますよね。でもアンダーワールドは気軽にログインしたりログアウトしたり、そういうものではありませんから。どうしても長期滞在になってしまうからな。ホームシック、いやピナシックだな。ピナシック？どうして顔をそらすんですか？自分でも言っててバカな表現だと思った。認める。若気の至りだった。頼むからスルーしてくれ。キリトさんはそうやって変なことを言って励まそうとしてくれているんですね。まあな。でもピナシックはダサすぎます。採点するならそうですね、100点満点中2点です。点数低い。嘘ですよ、本当は200点です。やっと笑ってくれた。嬉しいんです。さっきも言っていたな、ピナが死んだ日諦めよう、そう思いました。今日もそうでした。諦めよう、そう思っていました。でもまたキリトさんが来てくれた。あの日たった一日だけお兄ちゃんになってくれた人がまた私を助けに来てくれた。言葉にならないくらい嬉しくて、止めたはずの涙が溢れちゃって。そっか。大丈夫です、元気が出ました。私任務に戻ります。よし、アインクラッドごっこをしないか？はい。残念ながらピナはいない。でもアインクラッドに似たものならアンダーワールドにもある。シリカにもそれを見せたいんだ。どういうことですか？それだけじゃない、任務の助けにもなる。一石二鳥だ。要するに俺もちょっと困っている、手を貸してほしい。でもシリカの手助けになりたいのも本音だ。どうか頼む、またシリカのお兄ちゃんにならせてくれ。はい、キリトさんと一緒にいられるのなら。ありがとう。よし、出発だ。シリカを笑顔にしながら任務もこなすぞ。任務地はどこですか？南帝国南の回廊、そこで行われている悪事に終止符を打ちたい。ただそこに行く前にちょっと寄り道。どこへですか？言っただろ、アインクラッドに似たものならあるって。アインクラッド47層、通称フラワーガーデン。あ、ピナを復活させるために行った思い出の丘があるところ、あの場所にそっくりですね。
だろ。ピナ、よし、元気出てきました。行きましょう、キリトさん。グズグズしていたら置いてっちゃいますよ。それはかなわないな。じゃあ南の回廊に行くぞ。